にちは。こんにちは。東京大学のケイタです。お豆です。お豆です。お豆です。疲れないでしょ。キフです。よっしゃです。今日はゲストも来てます。そうです。よろしくお願いします。あ、宮島です。俊太です。よろしくお願いします。まず、ノックアウト。シューティングゲームで対決。その後、3x3 のゲームで対決して、負けたチームは罰ゲーム。はい、まあ、シューティングゲームでボールは2つ、一番最初に打つ人、それ以外の人はこう1列ですが、なので、まあ、最初の人がシュートを打って、外したら、まあ、どこからでもいいからすぐ決める。で、その前に、決める前に後ろの人がシュートを決められたら、この人がノックアウト、抜ける。で、最終的に1人になるまでやるゲームです。バスゲーム何？ナインタッチ。まあまあ走ります。はい、走ります。練習も兼ねてるんでね。はい。これで終わりよ、ノックアウト。ゲームやりたいって言ってたじゃん。いやいや、練習だから。練習。次が。いや、もう一回やりたいって言うんだったら、だっていつももう一回やりたいって言うんだったらいいよ。いや、いつもだって左手じゃん。いや、いいよ。もう一回やりたいって言うよ。今のは俺の勝ちだけ。ここは普通に。普通。で、セカンドは、セカンドショットは逆転。で、ボードなし。ボードなし。フェイント外。フェイント外。3本目は何ゴール下、ゴール下、左だと逆転だったら何でもいい。逆転のノーバンク、ノーバンク継続。余裕っすね、はい、いつも通り、いつも通り、はい、なんか工夫してます、勝つために、はい、
早かったっすね。早いですね。いつも通りです。しょうがないです。次ゲームです。次ゲームです。ケイタさんと別チームでやってもらうんですけど。ちゃんと文句言わせないように。がっつり勝ちます。小松と俺チームで。はい。ちょっとあいつまだ取れ高全然ないんで、はい、頑張らないと。いいっす。前の旦那。そう、いいっす。失礼です。チームお豆です。